どうも皆さんこんにちは、ミステリー作家の七尾よしです。本日も映画レビューをしながらずーっとプレイしていきましょう。当チャンネルはデッドバイデイライトをプレイしながら映画レビューをするのをメインとしております。というわけで今日はネアちゃんでプレイしていきますね。そしてここはバダム幼稚園エルム街の悪夢のステージです。だからといってキラーがフレッド・クルーガーとは限らない。さあ今日のお友達じゃなくて お相手は一体誰なのか。はい、早くも判明しましたね。うお、はい、今日のお相手はハント・レスコちゃん。お友達に手斧を投げてくるメンヘラ女です。というわけで今日も一本映画をレビューしていきたいと思います。今日レビューする映画はね、新作じゃないんですよ。もうかなり古い作品になってしまうんですけど、ブラインドっていう映画ね。これね、2011年の作品なんですけど、なんで今頃この映画をレビューするか。実は9月に上映予定の吉岡里帆さんの主演のサスペンス映画、見えない目撃者っていうのがあるんですけど、いや僕この映画ね、すごく楽しみにしているんですが、実はこの作品、韓国映画のリメイクなんですよね。そのオリジナル版に当たるのが、このブラインドって映画なんですよ。以前韓国映画の殺人の告白というサスペンス映画が藤原竜也主演で、22年目の告白、私が殺人犯ですのタイトルでリメイクされて、これがねオリジナル版を超えた傑作だったんですよ。僕の過去動画でもレビューしているので、そちらもぜひチェックしてみてください。かなり前のね、レビューにはなりますけども、そもそもこのブラインドって映画ね、ちゃんと面白いんですかね。これがつまらないと、リメイク版のね、吉岡里帆さん主演のリメイク版もどうにもならないと思うんだけど。というわけで、まずはリメイク版を見る前にオリジナル版をレビューしたいと思います。来た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 、ここに隠れよう。映画ブラインドね、主演は僕の大好きな女優さん、キム・ハヌル。この女優さん、時々堀北真希にしか見えないことがあるんだけど、まあお肌ツルツルの綺麗な女優さんですね。カン・ドンウォンと共演したラブコメ、僕の彼女を信じないでくださいから、本当ね、もう大好きでした。はい。今は結婚されて、確か子供もできたんじゃないかな、もうお母さんですよ。いや、本当ね、月日が経つのは早いものです。じゃあこのブラインドね、まず簡単なあらすじから紹介したいと思います。主人公はキム・ハヌル演じるミン・スワ。彼女は警察大学に通う幹部候補生なんですよ。だけど彼女が運転していた車が交通事故を起こしちゃって、助手席に乗っていた弟が死んでしまうんですよね。さらにスワ本人も失明してしまう。だから大学は退学を余儀なくされて、3年経った今では盲導犬スルギの助けを借りながら一人暮らしをしているんですよ。いやー、まさに発酵の美女、こういう女に僕は弱いんだ。そんなある日ですね、彼女は盲導犬を連れずに一人で外出していました。夜の土砂降りの中、タクシー乗り場でタクシーを待つんだけど、盲目の目の見えない彼女は車をね止めることができないんですよ。で、途方に暮れている中、どちらまで行かれますかと男性が声をかけてくれた。どうやらタクシーの運転手が一人で佇むスワを見かねてね、声をかけてくれたらしいんですけど、でそのタクシーに乗り込むと消毒剤の匂いがするんですよ。きっと前の乗客はお医者さん、医療関係者なのねってね、運転手と会話するんですよ。で運転手さんはスワの洞察力に驚きながら、彼女に温かいコーヒーを手渡してくれる。まあ優しそうな運転手、声からしてね優しそうなんだけど、気になるのはやたらとそのコーヒーをここで今すぐ飲むように勧めてくることなんですよ。なん別になんか飲みたくないし、まあ、なんとか断ってる最中にガーンってね、車が強い衝撃を覚えます。どうやらタクシーが事故を起こしちゃったみたい。運転手さんは犬を引いたって言うんだけど、いやいやいや、この感覚は 犬ではないって断言できる。そもそもね、女性の声が聞こえたし、これ明らかに女性を引いたと。そのことを主張すると運転手は本性を表すんですよ。彼は力ずくでスワを車の中に押し込もうとする。スワは必死でもう全力で抵抗するんだけど、まあその時ちょうど車のライトが近づいてきて、運転手はスワを諦めて置き去りにして逃げていったんですよ。それによってスワがひき逃げ犯人の
目撃者となったわけですけど、わかりますよね、彼女は目が見えない盲目の女性です。彼女がわかるのは音と肌の感覚だけ。それでも大きな手がかりになるわけですよ、なると彼女は思ってる。しかし警察は盲目の女性の証言を信憑性に欠けるとして相手にしてくれない、認めないんですよ。だけど事件を担当する直刑事は諏訪の会話の中で彼女の証言をね、あ、これはね信頼に値するってことで信用してくれる。そして彼は独自に引き逃げ犯人のね捜査を始めることになるわけですよ。だけどね、この事件にはもう一人の目撃者がいたんですね。それは19歳の不良少年の義祖部。しかし彼と諏訪の証言は大きな食い違いがあるんですよ。義祖部はタクシーではなくて外車だったと主張するんですね。諏訪は明らかにこれ私はタクシーに乗ったからもうタクシーだと思い込んでる。いやいや実はそれタクシーじゃないからみたいなね。そこで諏訪刑事はある可能性を疑うんですよ。それは今世間を震撼させている若い女性の失踪事件。諏訪を襲った運転手がその犯人じゃないかというわけですよ。そんなある日、義祖部が謎の男に襲われます。なんとか逃げ切ってやり過ごしたんだけど、犯人は明らかに目撃者である義祖部を消そうとしている。そうなれば、諏訪も標的になってるはずでしょう。それから数日後に、まあ、義祖部ね、友人たちと飲んで少し酔っ払って、まあ、帰りの地下鉄で諏訪をたまたま見かけるんですよ。彼女は向かいのプラットフォームからちょうど地下鉄に乗り込んだところ、その姿を見て義祖部はびっくりするんですよ。心臓が止まりそうなほどにびっくりする。なんと彼を襲った男が諏訪と同じ車両に乗ってるじゃありませんか。すぐに義祖部は諏訪のスマートフォンに通話します。そしてその犯人がねすぐ近くにいるよってことを伝える。だけど諏訪は目が見えないから逃げ出そうにも逃げ出すことができない。だからまあ、テレビ電話モードにしてね、周囲の状況を撮影させるんですよ。その映像を見ながら目の見えない彼女に義祖部が逃走経路をね、右とか左とかまっすぐ走れとかね指示しながら彼女をなんとか逃そうとします。さあ諏訪は殺人者の魔の手から逃れることができるのかみたいな、そんなストーリーになっております。いやいやいや、もうねさすがは日本でリメイクするだけあって思った以上によくできたサスペンスでしたよ。これは広いものでしたね、掘り出し物です。いや本当にねシナリオがよくできてる。いやこの映画ね、吉岡里帆さんの見えない目撃者がなければこの映画見ることなかったんですけど、今回ねリメイクされたことをきっかけにこの映画を見ることになって、いやいや本当よかったんだと見逃すとこでした。もうね最初から最後までハラハラドキドキ、そして終盤はオードリー・ヘップバーン主演のある有名なサスペンス映画のオマージュ的な展開をね、これまたうまく活用していてなかなかに引き込まれました。韓国のサスペンス映画ってレベルがやたらと高い、傑作が多い印象です。もちろん本作もその一本でした。まずはねプロットがよく練られていて、さらにキャラクターが魅力的に描かれているんですね。最初は噛み合わない諏訪と不良少年の義祖部だったけど、諏訪にとって義祖部は年齢的に自分が事故で死なせてしまった弟と一緒なんですよ。だからもうなんか弟のような感覚なんですよね。また義祖部も徐々に諏訪のことを尊敬できるけども、やっぱり目が見えないから危なくて他っておけないお姉ちゃんという、まあ、一種の疑似兄弟的な絆を築いていくんですよ。彼らは一人一人は犯人前だけど、互いに足りないものを補い合って犯人に立ち向かっていくプロセスがね、いやこれが実に見事でした。特に犯人に追われた諏訪がスマートフォンで周囲の状況を動画で送信しながら、それを見た義祖部から、まあ義祖部から彼女に逃走経路の指示を出していくシーンは、もうね手に汗を握りました。こういう形のスマートフォンという小道具の扱いは本当にうまいなって感心しましたよ。さあとりあえずねもうレスキュー行っちゃいましょうかね。まあ一か八かもう多分殺されちゃうと思うけど、さあなんとかねレスキューしたいとこですよ。でねこの映画には魅力的なキャラクターが他にも登場します。まずはチェ・刑事さん。この人見た目が大泉洋さんに似ててひょうひょうとした感じで諏訪に接してきます。さあもう逃げた、あ来た来た、もう逃げるよ。
どこか頼りなさげなんだけど、案外熱血で、これがまたこの映画をいい味わいにしてくれている。そんな彼の見せ場がなんともね、あるちょっとこう、彼の見せ場があるんで、最大の見せ場があるんですけど、なんともショッキングなんですね。まあネタバレになるからちょっと言えないけど、ってなること間違いありません。で、このね、チェ・ケージがね、ほんと魅力的で、でも、それ以上に魅力的なキャラクターがいるんですよ。それがなんと、盲導犬のスルギです。いや、このワンちゃんの演技がね、なんだろう、申し訳ないけど、人間の役者さんたちを完全に食ってましたね。怖え。いや、本当にね、この犬のね、演技めちゃくちゃ良かった。もう泣けるんですよ。でね、このワンちゃんにも大きな見せ場があるんだけど、もうね、チェ・ケージ以上に、これはショッキングでした。うわーってね、思わず叫んでしまったよ。このケージさんと犬の使い方がね、実に心にくい。終盤からは一気にのめり込んでしまいます。その終盤で、先ほどヘップバーンの映画のオマージュと言いましたけど、その映画が何であるか、まあ映画好きの皆さんならわかりますよね。盲目の女性といえば、そうです。あの映画です。本作ではあの映画のシーンをうまーく取り入れていて、いやいや、緊迫感がすごいことになっています。はい、というわけでね、残念ながら一人脱出となってしまいましたけども、申し訳ない。助けることができなかった。はい。いや、もう少しね、熱いレビューを続けたいんですけど、その前に、いつものように映画の評価額をつけたいと思います。大人の映画鑑賞料金1800円に対してこの映画にならいくらまで出せるかということで、評価額をつけていきます。映画、ブラインド。評価額はズバリ1400円です。優秀作。はい。今回も思いがけず高額評価が出ましたね。1400円。これはね、純粋に面白かったです。僕も相当にサスペンスやスリラー映画にはうるさい方なんですけど、かなり楽しめました。なんか盲目の女性が事件に巻き込まれるって、まあ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 誰でも思いつくというか、ありがちじゃないですか。でもね、料理する人が料理すればありきたりな食材でも激うまなメニューになるように、この映画もねそうなってました。ちなみにこの映画、同じ監督さんで中国でリメイクされてるんですよ。もちろんこちらね、あの中国の役者さんがキャスティングされているわけなんだけど、Amazon ビデオとかで配信されているので、いやちょっとね、チェックしてみようかなと僕も思ってます。そして、9月20日、来月ですね、9月20日に、ちょうど1ヶ月ぐらい後だね、日本のリメイク版が公開されます。盲目の女性を吉岡里帆さん、そして不良少年ギブソに当たる少年を高杉真宙さんが演じています。まあ、他にも田口智朗さんとか一級クラスの俳優陣で固められているので、かなり見応えのあるサスペンスになりそうです。いやもうね、役者陣に不足なしですね。吉岡里帆さんならキム・ハヌルに勝るとも劣らないヒロインを演じてくれるんじゃないかと思ってます。そして日本のリメイク版、韓国版にはなかった凄惨なシーンが入るようで、 R15 視点になっているようなんですよ。犯人の異常性や迫真性をもたらすなら、そういうシーンは必要だと思いますよ。試写会のレビューを見ると、かなりね、そのシーンがすごいらしいので、いやー、苦手な人は要注意かもですけど、ホラー大好きなお前らなら大丈夫だろう。あとね、シナリオはどうなるんでしょうね。22年目の告白、私が殺人犯ですでは、思い切った改変をしてアレンジをして、それがオリジナル版の面白さをね、大きく上回ったという実に稀有な例でした。今回はどこまでアレンジするんでしょうね。オリジナル版がなかなかよくできていたので、アレンジはちょっと心配でもあるけど、いや今回も楽しませてほしいですね。でね、この映画の、日本版のね、リメイク版の脚本家の過去の履歴を確認するとですね、映画デスノートのオリジナル脚本というかね、続編 L チャレンジザワールドとか、あと吉沢ほのぶさんのインしてみるの映画とか、
あとあのカエル男が出てきたミュージアムとか書いてる人なんですよね。やっぱちょっと心配だな。ちょっとね、大丈夫かな。はい、この動画の概要欄に過去の映画レビューのリンクを貼り付けておきますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。映画は概要欄にタイトルが並んでいるので、皆さんがチェックしたい映画はすぐ見つかると思います。そして当チャンネルでは新作映画をなるべく早い段階でレビューして、皆さんの映画ライフのお役に立ちたいと思いますので、チャンネル登録とか高評価のほどよろしくお願いいたします。といっても今回新作じゃないですね。久しぶりに DVD の映画というかね、もう古い映画を紹介しました。まあこのね、ブラインドを見る限り、吉岡里帆さん主演の見えない、目撃者はね、かなり期待値が上がってますよ。面白そう。いやもう元々が面白いんで、そんなに大きく外すことはないんじゃないかなと思うんだけど、せっかくリメイクするわけだから、ちょっとね、オリジナルな要素というか、オリジナル版を超えた、オリジナル版を超えたオリジナルを見せて欲しいかななんて思ってます。あとね、ブラインドの主演はキム・ハヌルさんでしたけど、まあ、キム・ハヌルさん大好きなんだけど、吉岡里帆ちゃんも私結構好きなんですよ。なんかねエロい感じがたまんないんだよね。はい、というわけでね、今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、また次回の動画でねお会いいたしたいと思います。バイバイ。もしこの動画を気に入ってもらえたら高評価をお願いします。チャンネル登録は下のアイコンをクリック。 iPhone やスマートフォンの場合はタップしてください。よろしくお願いいたします。